はい、皆さんこんにちは、レーシングプロジェクトバンド YouTube の皆さんこんにちは、今日ですね、暫定から正式発表が出まして、なんと優勝することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、1週間ぐらい、待ってたんですけども、待ちに待った正式ということで優勝することができました。国内初優勝、そして僕のチームにとっては502勝目ということで、非常に嬉しく思っております。これもですね、皆さんが応援していただいたおかげだと思っております。まあ、簡単にですね、そうですね、まあ、レースを振り返りたいと思います。まあ、予選はですね、Q1 坂口選手、 Q2 国本選手で、国本選手、まあ、惜しくも、2番手ということで、なんとトップがあんだけ重い36号車、しかもですね、元19号車のドライバー坪井選手にやられてしまったということで、まあ、栗本選手もですね、まあ、ちょっとあのブレーキロックとかあったみたいですけども、まあ、その辺はですね、もともとコースレコードホルダーですから、まあ、2番手からでも全然問題ない形で、栗本選手が次の日、決勝日ですね、スタートして、序盤はですね36号車についていくような形でですね、距離もですね、トップと2秒3秒、そして、どんどん詰めるような形で300の、トラフィックとかいろいろある中でですね、26周目に栗本選手ピットに入っていただいてですね、坂口選手に交代いたしました。まずですね、まあ勝因というか勝った中で、栗本選手のアウトラップも踏まえて、今まではですね、まあ、フロントローからスタートして順位を下げてしまったりとかですね、まあ、前回の富士がまさにそういう形になってしまって、タイヤが温まる前にですね、他の、タイヤメーカーのタイヤがですね、機能し始めて、で僕らのタイヤが機能する頃には他のタイヤメーカーのピークが来てという部分で、まあ、なかなかですね、長いレースの中でどういうタイヤ選択でどういうタイヤ作りをっていうのですね、すごい難しい中ですね、まあ、今回は実績のある、コンパウンド、まあ、ゴムでですね、予選スタート行った中でも路面とローオンと、比較的こうマッチしていたんじゃないかなと思っています。で、横浜タイヤさんのタイヤのおかげでですね、2位をキープして、で坂口選手に変わると、でその時もですね、まあ基本はだいたい450キロでどのぐらい燃料を使うのかっていうのがもともと決まっていますんで、まあ途中SC とかね入った段階で、まあもちろんその給料給油時間とかも短くなるんですけども、まあ僕らはまず、国本選手がミニマム、26周入るか入らないかっていうところを、国本選手と無線を取りながらですね、タイヤの状況だったりとか車の状況を確認しながら、ただですね、やはりちょっと、オーバーステアが、ちょっときついというコメントもありましたので、1回目のピットでですね、なんと見ていただければ分かるんですけど、ウィングを調整してですね、ウィングをちょっとつけて、で、まあ、満タンにしてですね、坂口選手に行っていただいた。でその時もですね、まあ、ピット、まあ、ミスなく送り出せたという部分と、国本選手と坂口選手が履いているタイヤがですね、違うタイヤをですね、あえてそこで勝負をしましたので、本当だったら国本選手のペースも良かったんで、国本選手と同じタイヤでも良かったんですけども、もうちょっとこのままだとね、36号車のところの差が、縮まらない、もしくは抜けないっていう部分があるんで、これはなんとかちょっとでもアウトラップで抜ければいいなと思っていた、もちろん思っていたっていうのは常に思っているんですけども、そのタイヤがですね、機能しまして、アウトラップでも素晴らしい、温まりと、そして、36号車の前に、出ることができました。でその後ですね、もう一度ピットに入るんですけども、そのタイヤと全く同じような状況で、ただその 2回目ピット入る時も、まあもちろん26周で入ったっていうことは51周あるわけですよね。で51周ある中で、まあ、どのぐらいで入れればいいかなっていうのは、もちろんタイヤの状況、トラフィックの状況とかいろいろあったんですけども、最後はですね、まあ、かなりペースも良かったんで、坂口選手がですね、通常の僕らが予定している周回よりはですね、1周前にこの周ちょっと入った方が、300のトラフィックとかないかもしれないということで、まあ、メカニックもその段階でですね、慌てず、ピットタイムが28秒ぐらいだったのかな、多分そのぐらいだったと思うんですけども、まあ、給油時間と、まあ、ピット、タイヤ交換の時間と、でドライバー交代はしなかったので、その部分で、かなりですね、マージンが
あったという部分で言えばあったのかもしれないですけど、トップをそのまま走ることができたということで、もちろんそのアウトラップで36号車を、抜いたシーンというのがあるかもしれないですけども、今回はですね、エンジニア、そしてメカニックでドライバーで横浜ゴム、まあ、ここがですね、全て、僕の中では、珍しくですね、全て完璧だったという状況に、なったから勝てたのかなと思ってます。で、まあ、横浜ゴムさんとここまでね苦労しながら、もちろん去年ポールが4回取れました。その前の年もポール2回取れて2回に表彰台を得ましたと。ただ正直やっぱりこう見ていただけると分かるんですけど、この DTM 規定になってからですね、まあ、僕ら GT500 でですね、鈴鹿は、表彰台乗ったことありません。まあ、その中でもやっぱりちょっと鈴鹿苦手意識があったのかなとは思っていたんですけども、その中でもフロントローから、スタートしてですね、まあ、最後最終的に優勝という結果になりました。非常に高いパフォーマンスを見せれたかなと思ってますし、横浜ゴムのタイヤの進化を皆さんに伝えることができたんじゃないかなと思っています。長い間ですね、こうお待たせしすぎたかもしれませんけども、なんとかですね皆さんに7年ぶりの優勝ということで2勝目をお届けできましたので、今の勢いでいけばですね、次の1勝は近い日に見れると思いますので、次の、まあ、富士そして鈴鹿、また長いレースが続きますけれども、横浜ゴムとですね、7月に2回テストがありますので、そこでまた富士鈴鹿ってテストがあるんですけども、そこでより良いタイヤを開発してですね、このメンバーで、なんとか勝ちたいなと思っています。今回はもちろん今年入った新人もいますし、去年入った新人もいますし、まあ、その中でチーフになって初めて優勝っていうね、まあ、その空間をね味わわせてあげることはできたんですけども、まだですね、まあ、それこそわーって騒げるような勝ち方でもなかったので、まずはですね、この一生、そしてこのタイヤの進化をですね、自分たちで分析しながら、もっともっとより良い車作り、タイヤ作り、やっぱりあのスープラで横浜っていうのがうちのチームだけですんで、このスープラという武器と横浜という武器をですね、もっと進化させて次のシーズン2勝目、まだ残り5戦ありますから、何が起きるか分かりませんし、横浜ゴムの進化は皆さんも、おもう全然違うじゃないかと、これでレースの見方も変わってくるんじゃないかなと思いますし、そうやって7年間かかりましたけれども、信じ続けること、そしてやり続けること、そして、諦めないこと、これはですね皆さんに、伝えたいなと思いますし、その中で横浜ゴムさんと共にですね、こういう形でできたっていうのは非常に僕も満足してますし、横浜ゴムの三島工場、そして平塚工場、エンジニア、いろんな人が関わってタイヤってできてるんです。だからそのタイヤをうまく活かせることができた、もちろんウェッツのホイールもそうですし、ブリッドのバケットシートもそうですし、そしてなんといっても TCD さんと共にやっているこの GR スープラという武器で、なんかみんながこう一致団結してですね、この一勝が得れたんじゃないかなと思います。ドライバーにとっても坂口選手1勝目ということで、去年は3回ポール取ってて、で今年1勝と、まあ、2年間の間で、まあ、数々の成績を残していますので、彼にももっともっと期待したいですし、国本選手もやっと、まあ、ベテランの領域になってるんですけど、やはりなかなかこう速さを、ね、見せることっていうのがベテランになると難しい中で、序盤のスティント素晴らしかったと思います。本当にメカニックとドライバーとみんなが一致団結して、この横浜ゴムとスープラの勝利を、まあ、メインスポンサーウェッツさんに届けることができたんだなと思ってます。これもですね、日頃もうずっとどのドライバーでもずっと結果が出なくてもずっと応援してくれた皆さんにですね、本当に感謝申し上げます。まずは、正式が出たということで、YouTube コメントをちょっと緊急に撮ってますんで、感情がですね、レースごとはまたちょっと違う感じでちょっと冷静になってるかもしれませんけど、本当はまずありがとうございました。はい、ということでですね、優勝したということで皆さんと共に喜びたいなと思っております。本来だったらですね、このシャンパンをこうって振ってるシーンとかもね、皆さんにお見せしたかったんですけども、これドライバーが飲んでしまったんで、これが僕もよくわからないんですけど、優勝したチームと2位のチームで、シャンパンが違うのかどうかもちょっとわかりません。
これ暫定の2位の席にもらったやつなんですけど、ただですね、僕はもうその時もですね、大会事務局に行ったんですけど、2位の表彰台の時に、僕は表彰式を見てないんですけども、横浜さんからですね、1位で、ね、いただきまして、これを、まあ、僕だけですけど、これもらったの、これもですね、かばって指名を受け取りました。まあ、皆さんに何が、まあ、7年ぶりですからね、7年ぶりということで、まあ、何かこう皆さんに恩返しをしたいなという部分で、まず発表します。ドルルルルじゃん、優勝記念 T シャツ制作します。新人スタッフがですねデザインして、それをですね F 紹介さん、まあ、ちょっと緊急で、やりますんで、ちょっと F 紹介さんのいつものクオリティじゃなくて、もういかに早く皆さんにお届け できるかという部分で、黒と青を2種類、S、M、L、XL、XXL を出したいと思います。で、一応、デザイン画で、募集もう発注はかけますので、受注できるように、したいなと思っておりますので、デザイン画だけですけども、サンプルがまだ届かないので、先に多分デザイン画でこんなのですけどっていうので、皆さんからですね、注文を受けれるような形に、なんと19日あたりにやりたいなと思っております。そして、続きまして優勝記念セール第2弾、優勝ドリンクボトル発売。今まで発売したことなかったんですけども、まあ、俗に言う水筒ですね、これもですねちょっと急ぎで、作らないといけないということで、まあ、ちょっとデザインだけになってしまうか、もしくはサンプルが途中で遅れるか分かりませんけども、今月中にですねサンプルの写真を載せてですね受注できるような形に、まあ、納品はですね全て7月そして8月の富士の450機の時にウエッツのブースで発売したいなと思ってるんですけども、そちらの方を、発売したいなと思っております。で、優勝記念第3、等身大パネル発売決定。こちらもですね、基本はですね、スポンサーさんにしかプレゼントしていないんですけども、スポンサーさんじゃない、人でもですねなんとか今回ですね坂口選手と国本選手をもっともっとメジャーにしようということで、等身大パネルをですね欲しい方はぜひ自宅にそしてお店に飾っていただければなと思いますので、まあ、ちょっとこれはですね、もうほぼもうなんていうんですかね、ワンオフに近いような形でロットがそんなに多くないので、まあ、7月31日まで締め切りでそれで発送していくような、まあ、その期間しか売りません。それ以外はもうスポンサーさんの人にしか渡さないので基本売りませんけれども、それをプレゼントしたいなと思っております。そして、これもですねスポンサーさんメディアさんとかに配る優勝記念オリジナルワイン発売決定。こちらもですねまたこれは新人がですね新人ならかなりお忙しいですけども新人がですね、デザインした、優勝記念、ボトル、2種類一応出す予定なんですけども、まあ、ちょっと安いものと高いものと、2種類ワインをですね用意いたしまして、皆さんがですね家でも、本当はシャンパンとか良かったんですけども、ワインでやっぱり常に僕も、年末年始です、ね、ワインを、渡していますので、年末年始じゃないこの優勝した、前祝いをですね優勝した前祝いじゃない優勝した、喜びをですねご自宅でも楽しんでもらえるような優勝記念ワインをですね、発売、まあ、記念にで飾っていただけるかなと思います。なので、ぜひですね皆さんレーシングプロジェクトバンドのホームページを見ていただいて、で第4弾、発表いたします。オリジナル商品、19% オフ。これはですね株式会社ウェッツさんのホームページもそうなんですけど、うちのホームページで、全ての、商品ですね、まあ、こういう新しいアパレルとかもですねその時にやっちゃうかもしれないし、今期のモデルもですね今だけですよ、今だけ、19% オフでウェッツさんと相談した結果、やっぱファンの皆さんにたくさん来ていただきたいなと思うので、まあ、むしろこういう
1万円以上買っていただいた方にはステッカーとか、当社の方は1万円以上買っていただいた方には優勝記念ポスターを、皆さんに無償でお届けします。優勝記念ポスターは、僕のですね SNS に、載ってるですね国本選手と坂口選手が、写ってる写真と車が写ってる写真です。こちらをポスターにいたしましたので、これもですね200枚しか作ってないんですけども、皆さんの手にですね、ちょっと申し訳ないんですけども送料等々がありますので、1万円以上お買い上げの方に、19日以降ですね1万円以上お買い上げの方に、先着、200だけどスポンサーさんに配らないといけないから120ぐらい、プレゼントしたいなと思いますので、皆さんどしどし応募をお願いいたします。そして、このポスターなんですけども、よーく見ていただけると、この YouTube だけを見ている皆さんにも分かりますけど、僕らですね、僕まあ見てないんですけど、表彰式に上がってないんですけど、表彰台でもらったトロフィーが基本1位の人が金、2位の人が銀、3位の人が銅なんですけど、正直今僕の手元にトロフィーはありません、なぜなら暫定だったからです。で、ポスターを見ていただくと分かるんですけども、なんと鹿がですね金色になってるんです。そしてここにもですね金色って国本選手が持ってるトロフィーがいつの間にか金色になってるんです。この瞬間というのはですね実は、存在しない瞬間でした。ただそれをですね、強引に、誰の手かは言えませんけども、鈴の鹿を持っている金色の鹿ちゃんをですね、国本選手が持っているかのように、合成して急遽作りました。で今後はですね横浜さんともですねいろいろタイアップしていきたいなと思いますし、ガレージ19、僕がやってるお店でもですね1万円以上買ってくれたポスターを、1万円以上、まあ、ウェッツのグッズですね、今回は、まあ、お店のキャンペーンもたくさんやります。例えば、なんとか、まあ、エンドレスとか僕のスポンサーさんのキャンペーンもたくさんやります。ただ、そのスポンサーさんのキャンペーンとは、別にウェッツのアパレル、ウェッツバンドのアパレル、もしくは例えばステッカーも、まあ、1000円のこの10枚買っていただいて1万円とかになった場合には、ポスターをプレゼントいたしますので、ぜひですね6月19日から、ポスターで、あとですね僕とかに会えるのは、まず今週末が、SF スゴ、ここで国本選手、坂口選手にお会いできます。なんと僕は SF の解説が、クビになってしまったので土屋圭一に変わってしまいましたので、土屋圭一さんが行かない、僕は行けません、であとですね僕とはですね7月8日にこれも後に発表しますけども、7月8日、東名の清水パーキングエリアで、僕の、あとは南さんと日南さんが参加する、どことことですねコラボするイベントがあるんですけど、多分今までやったことのないコラボですね。ぜひですね、皆さんその詳細もですねウェッツさんから、見ていただけ、ウェッツさんから発表になった暁にはぜひそちらの方をご覧になっていただければなと思います。で、あとですねLC の展示がですね、レクサス、静岡月末から、24、5、2日間、乗車体験できる、フェアがあります。そこに僕は行けませんけど LC が行けます。でその後ですね、ミエトヨペットさんが、持っている新しくできるレクサス店舗ですね、オープニングということでうちの LC ちゃん9日まで飾りますので、ぜひ皆さん乗車もできますし、見ていただければ。あと忘れてました、スマホに貼るですね、ちょっと僕はガラケーなんで貼れないですけど、スマホに貼るステッカーも、作っております。あとは、基本次あとタオルを作るかなどうかなっていうぐらいですね、ぜひ皆さん何か欲しいものがありましたら、どんどんですねこのコメント欄に書いていただければ、まだ優勝記念セール間に合うかもしれませんので、コメント欄に書いていただければ。あとね忘れてました、この新しい帽子もですね見てください、かっこいいでしょ。あとね他にもちょっと待ってください、こちらの真っ黒
ARTA のコーナーの先にやってます。であとは既存のこちらもですねまた発売しますね。こちらはね1位にならないともらえないんですよ。この新しいシャツもですね発売いたしますので皆さんぜひですね今のうちに買っていただけると次のレースの時には、もうすでに多分価格等も変わってしまうので今はですねなるべく多くの人に喜んでいただけることを何ができないかなと思って考えております。で、お店の方はですねちょっと遠い方たくさんいらっしゃるかもしれませんけど、僕がですね育てているジャガイモをですね、優勝記念セールということでジャガイモを皆さんにプレゼントしたいと思いますのでぜひですね、ガレージ19の方にも来ていただければなと思います。もちろん本当はですね優勝した時にジャグジーからお届けしてレースクイーン3人と共にジャグジーからお届けするっていう、7年ぶりの快挙の中でそういうことをやりたかったんですけどもちょっと、そういうテンションじゃありませんので、必ずもう一度勝ってです、ね、皆さんの前でインタビューそして僕がですね長年こうトークショーで言ってきたんですけども勝った時のガッツポーズは上に上げるのか引くのかそれともよしってこうやってやるのかって思ったんですけど今回のなんとガッツポーズはなかったです。なので、皆さんの前にガッツポーズできればなと思います。そして、僕がね、運営してるわけじゃない会社で運営しているクラブ19っていうファンクラブがあるんですけどこのクラブ19は年末に、ね、シーズンエンドパーティーというのがあります。で今からでも遅くないです。今年入っていただけるとですね、今年はですねまあ盛り上がること間違いないと思ってます。なぜならまだ3戦しか戦ってないんですけどもおそらく多分シリーズランキング4位ぐらいに上がってるんじゃないかな。ドライバーはチームも4位か5位ぐらいになってると思うので、僕らはですねこの1勝に満足することなく横浜ゴムとともにですねウェッツスポーツアドバン GR スープラを輝かしたいなと思いますし TCD さんもですね、なんとか僕らのタイヤ開発がもっともっと、強引にですね巻き込んで手伝ってもらってですね、もっとより良い車作りそして、タイヤ作りをしたいなと思います。これでまあちょっと自慢じゃないですけども、スープラで買ったことあるのは、もちろん3キーパー37、まあ、私は37勝ってますあとブーキーそして4チーム目になりました、なんとかこのポジションをですねずっと維持しながらやはり打倒ワークスという気持ちを忘れずに、なんとかトヨタ内でもですねトップに取れるようチーム一丸となって頑張っていきますので皆さんキャンペーンなどの告知そして、クラブ19の加入そしてガレージ19に来ていただいた際にはいろいろプレゼントできると思います。また僕がガレージ19にいても告知します。ぜひですね、まあ、何ができるかわからないですけども、皆さんが喜んでいただければなと思ってますので常にいろいろ考えてますので皆さんぜひ、今後の SNS 発信そして YouTube などお期待ください。次の YouTube は、まあ、ちょっとメカニックさんとか逆にですねこの勝った賞、まあ、どういう形で、この勝利をね、まあなんていうの感じたかっていうことを逆に僕が取材してみたいなと思いますしそれこそ、近鉄の中で国本選手が泣いたというのもですね聞いてますんで国本選手と次会うのは、まあでも22日オートスポーツの取材もあるんで今後オートスポーツの表紙になるかどうかわからないですけど多分結構いろいろとなると思いますので皆さんぜひご期待ください。それではまた次回までバイバイ。